待って、あれじゃない。まずいな、連絡だ。こちら車両24、車両55を確認。乗り捨てられたようだ。了解、オーバー。なんでだと。後ろから来てる。行くぞ、急げ。管理官、こちら車両24、現在。管理官、こちら車両24、こちらは今覚えを。やめた。隊長のところに連れて行け。了解。おい、立て。後悔はさせない。おい、貴様。おい、よこせ。ラストマンバタリオンの兵士諸君、こちらは指揮官のチャールズ・ブリス中佐だ。我々を置き去りにする決断に憤った者は多いだろう。見殺しだという者もいた。だが俺はこの町を目にしていい機会だと思った。かつての町、それを取り戻すために必要なのは戦う勇気だ。堕落しきった連中や通りにあふれるゴロツキから町を取り戻そうとする人間はいたか。弱腰の政府は何もできず、臆病で弱い兵士どもはただ恐れるだけだった。平和を阻む欺瞞に満ちた連中や殺人者どもを排除する勢力が必要だ。我々は振り返らない。我々は妥協しない。我々はより良い明日を実現するためであれば手段など選ばない。敵対する者には神の慈悲を願うばかりだ。ブリス、アウト。うまく取れたか。こんな茶碗二度はやらんぞ。傷一つ、それで血は流れる。でもそれじゃ死なない。傷跡になるだけ。ナツを見つけ出せ。深ければナツを見つけ出せ。捕まえる。お前は泣く。泣き声は叫び声に変えられる。すすり泣きにも、それは自分で選べ。人は自ら被害者となる。どこにいてもそうだ。ペントハウスの上、刑務所の独房、自由の身。町にいても不平を口にする。凍える寒さやネズミに指図する人間が不満。被害者でいたい者もいる。泣きたいんだ。望みを叶えてやる。被害者になりたいか。被害者になりたいんだろ。してやるさ。私は何も譲らない。奴らはこれが悲劇だという。これが世界の終わりだと。この病気は私たちを導く。征服どもにもうおしまいだと教えてる。私たちに立ち上がれと。奴らにずっと奪われてきた。今度は私たちが奪う。奴らの家、車、